続いては町のおすすめグルメ情報を紹介するテイクアウトグルメのコーナーです。さあ今日はどんなグルメが登場するんでしょうか。それではどうぞ。今回ご紹介するのは宮崎市加納にあるカレーとマーラーメンのお店、東スパイスカリー×タイガーウルフです。店主自らリノベーションを行ったというモダンな店内は、白を基調に自然素材をふんだんに取り入れたスタイリッシュな雰囲気。一人でも安心して座れるカウンター席が5席あるほか、ゆったりとした空間で食事を楽しめるテーブル席も20席用意されています。当店はお昼はスパイスカレーを提供する東スパイスカリーとして、夜はマーラーメンを提供するタイガーウルフとして去年10月にオープンしました。お客さんの要望もあり、好評だったマーラーメンを昼にも提供できるよう今年6月リニューアルオープンしました。宮崎の食の豊かさを県外に広めたいという思いから、地元食材を使ったスパイスカレーと特製のマーラーメンを提供。ネット販売も行っているメニューは、国産鶏のお肉をたっぷり使ったスパイスチキンカリーや、全国でも人気の具沢山スパイスキーマカリーのほか、本格グリーンカリーを用意。そして辛さを選べる元祖汁なしマーラーメンやマーラー油混ぜ麺も好評のメニューとなっています。そんな東スパイスカリー×タイガーウルフのテイクアウトメニュー一品目はスパイスチキンカリーです。ガラムマサラやターメリックなど緻密に計算された数十種類のスパイスと、厳選した鶏の出汁で作るルーを一切使わないサラサラ系カレー、小麦粉不使用でグルテンフリーなのも嬉しい一皿です。幅広い皆さんにね、食べていただけますね。スープには特にこだわっていて、県産ブランド鶏のガラから取った出汁と一羽を丸ごと使ったスープの特製ダブルスープをベースに独自に配合したスパイスで仕上げています。長時間煮込んだ後しばらく冷ますことで旨味を抽出しています。玉ねぎや生姜、人参などを飴色になるまでじっくり炒め、スープと合わせることでとろみとコクをプラス。さらにフレッシュなトマトでほのかな酸味を追加しています。鶏肉は厳選した国産鶏のもも肉を使用し、独自ブレンドのスパイスヨーグルトに1日漬け込むことでジューシーかつホロホロの食感を演出。何層にも重なるスパイスの優しい刺激と柔らかく旨味の詰まったチキンが病みつきになる大人のスパイスカレーです。これ旨味ギュッとすごいです、詰まってますね。美味しそうだわ。この時期にまたぴったりなメニューですね。続いてご紹介するのは元祖汁なしマーラーメンです。大きなホール唐辛子とパワフルな山椒の香り、真っ赤な見た目が食欲をそそるこちらの一品。本格四川料理のマーラーメンをアレンジし、汁なしに仕立てたお店のオリジナルメニューです。豚肉をはじめ生姜やニンニク、タケノコ、ピーナッツなどの具材を使用し、そこにピリッと刺激的な実山椒を加えています。味の決め手となるのが特製のマーラーソースで、甜麺醤や豆板醤といった中国調味料を複数ブレンドしています。凝縮された旨味とコク、辛さをプラスすることで深みのある味わいに仕上げています。麺は開発から携わったこだわりの生麺を使用。茹で上がりにごま油をまとわせることでツルツルもちもちの食感になります。最後にまぶす粉山椒の爽やかな香りと
口いっぱいに広がる旨味、後からやってくる山椒独特のしびれるような辛さに加え、タケノコやナッツの心地よい食感も癖になる、心もお腹も大満足の一杯です。うーん、本格的ですね本当に、ね、わー辛そう、刺激的、カーッと食べたいですね店内メニューのほとんどはテイクアウトが可能です。またいつでもどこでも作りたての味わいを楽しめる冷凍カレーやスパイスキットも販売しています。お店自慢の本格的な味をぜひご家庭でも味わってみてください。たくさんのご来店お待ちしてます。ご紹介した東スパイスカリー×タイガーウルフは宮崎市加納にあります。営業時間は11時から14時30分、ラストオーダーは14時、テイクアウトの予約は10時30分からラストオーダーまでで、受け渡しは営業時間内です。定休日は月曜日で、電話番号は 050-8884-9806 です。我が地元加納に素敵なお店ができていたんだなということ、うん、ね、あの東スパイスカリー×タイガーウルフというお店ですけども、はい、なんか店内もすごく、ね、おしゃれなカフェみたいな、これあの何ですかね、店主がリノベーションされたんでしょう、すごいそうなお店です ね、居心地良さそうな感じですよね、うん、そしておすすめのそのメニューということで、はい、スパイスチキンカリー、うん、まあここはこだわりがとってもいっぱい詰まっていましたけども、はい、仕込みから3日かかっているそうなんですね手がかかってますね、すごい。そして保存料小麦粉不使用で無添加で、これもともとそこを目指していたわけじゃなくて、美味しいものを作ろうってしたらそうなっちゃったみたいなことらしいです。たどり着いたところがそこだったと。そうなんです、究極です ね、 ルーを使ってないんですか、そこですよ ね、 ね、すごい気になりますね、はい、そしてもう一品、元祖汁なしマーラーメン、はい、またこれが刺激がねこの色味からもこれ食欲をそそられるというね、そうですね、しびれがガツンときそうですけども、うん、あのこれ一からでも結構刺激的らしいんですよ。そうなんですか。なのでちょっと苦手かもそういうのがね、うんうん、っていう方にもあの温玉を乗せることでマイルドになりますよというおすすめの食べ方が、ちょっとこれまた美味しい食べ方じゃないですか。いいですね、であのネット販売などもされているということなんですけども、ネット販売を中心に福岡、そして大阪の大型デパートでも販売を行ったり、他の方が経営するカフェのメニューとしても商品を提供していたり、そしてお中元お歳暮の販売なども行っているということなんですね。そして宮崎の農家さんとかと協力したコラボメニューの提供とかも積極的にされているそうで、はい、これまでのコラボメニューが山の口産の大杉椎茸を使った椎茸カレー、あと三協ミライトンを使ったカレーとか、なんかいろんなこうコラボのカレーがあるそうなんですが、あのご興味のある生産者の方、はい、ぜひあのコラボしたいのでご連絡くださいということで、これ新しいメニューが、そうですねうちの名物とかね、本当に人気商品生まれる可能性ありますよね。ぜひともご連絡ください。そしてね、今回も視聴者プレゼントをいただいております。詳しくは番組最後のプレゼントコーナーでご紹介しますのでお見逃しなく。さあ今日は東スパイスカリー×タイガーウルフご紹介しました。テイクアウトグルメのコーナーでした。